ニュアンスネイルをご紹介したいと思います。パレットネイル、なんか流行ってる。パレットっぽくしてみたいなと思ったので、黒でライン描いていきます。こんにちは、リュージェルマーケティング部開発チームの葵です。今回ご紹介する動画はニュアンスネイルをご紹介したいと思います。最後まで見ていただけると嬉しいです。今回使用するカラーはこちらです。20番ソフトホワイト、41番ライナーブラック、384番グラスガーデン、N4 のグリニッシュブルーです。それでは早速やっていきたいと思います。まずはじめに20番です。塗っていきます。ニュアンスになるので正解はないですね。固めていきます。20番はワンカラーでも使用されるカラーになります。次、直美先生の N4 番のカラーですね。シアー系のカラーになりますね。シアー系じゃないものはアートジェルを混ぜてやってもらったらいいと思います。固めていきます。はい、固めたら一旦このプレップっていうやつで表面拭いていきます。無効化ジェルをちょっと取ります。そしたらこちらですね、384番好きな感じでのせていきます。そしたらこのフレップをちょっと容器に出してもらって、容器に出してもらったらプレップを筆に含ませて、結構含ませちゃって大丈夫です。でちょっと伸びていく感じ、伸ばしていこうっていう感じで。パレットネイル、なんか流行ってる。パレットっぽくしてみたいなと思ったので、足りなかったらちょっとまたカラー足して欲しいところにつけて、このプレップで気持ち伸ばしてください。固めます。そしたら41番で、これは本当にライン引くちょっと固めのジェルになってます。固め、41番がライン用とかアート用の固めで、40番がワンカラー塗ったりとかちょっと柔らかめのタイプですね。で41番を取って、ちょっとこれじゃあ締まらないかなって気持ち思うので、黒でライン描いてきます。そしたらノンワイプで仕上げていきます。固めます。今回は濃いめでやってみました。黒い色が下だとこんな感じです。とても簡単なので、色を変えてもやってみてほしいと思います。ニュアンスはやっぱり時短が一番できると思うので、挑戦してみてほしいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。